こんにちは、レンです。今日は久しぶりにペヤングを食べていきたいと思うんですけども、じゃん、青森ローカルペヤングですね。青森煮干し、濃い煮干しの旨味。この間青森のねぶた祭りを見てきまして、でその時にお土産でいただいて、それがめちゃくちゃうまくて取り寄せたっていう、これちょっとみんな美味しいよっていう PR 動画ですね。で今日はこいつと、普段2個だけどこれちっちゃいの1個しかないからさ、シーチキンおにぎり大、あとまあなめこ汁と鶏の唐揚げ、この4点でお送りさせていただきます。作っていきましょうか。はい、マジでねぶたはね本当にすごかった。もう自分のボキャブラリーにある言葉では言い表せない凄さだったよ。めちゃくちゃでかいから、でもう目の前までグワーってくるし、そのねぶたを楽しんでる青森の人たちのそのなんか全力さに感動しましたね。あれはまた行きたいな。で普段ペヤング食うときは火薬入れないんですけど、なんかねメンマみたいの入ってるんですよ。普段のやつには入ってない。じゃあちょっと入れてみましょう。はい、じゃあお湯入れていきます。はい、3分なんですが僕は2分派なので、ここから2分測っていきまして、でその間におなめこさんをね調理していきますよ。して前回これ食った時にその味噌汁にこの後入れの煮干しの粉末みたいなのが入ってんすよ。多分味噌汁に入れたらうまいんじゃないかと思って、ちょっとやってみましょう。で味噌汁を作りました。で、これで準備完了でございます。うん、うまっ。しゅんさん、はいはい、ああ、はい、湯切りシーンね。うん、ラーメン屋さんのそれだよね、イメージは。うん、完成した時になんか水が4つの端っこに溜まってるのとか大嫌いなんでもう焼きそばパサパサであればあるほどいいと思ってるんだから、ここに湯切りが一番大事です。大体みんなもうこんぐらいで入ってします。うん、俺ここから1分しごきますマジで。一滴残らず出すから。バン何見てんだろう。ちっちゃいから早かったわ。あ、そう、うん、よし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 。はい、湯切りも完了しました。めっちゃいい匂い。ちょっとトロトロなのよこれ、わかる？ちょい残しで混ぜますと。そしてさらにこの後入れ調味料、こいつを入れる入れないでもう煮干し感がだいぶ違うと思うね。ちょっと味噌汁の方にももう煮干しの出汁ですからね、まずいわけないんだから。はい、なもんでしょう。そしてここにこのシーチキンおにぎりを入れまして、さらにこの唐揚げを、はいはい、完成です。ペヤング弁当、こちらを食していきたいと思います。いただきます。しゅんさん、すごいこれ、革命、革命だわ。まだあるかな。お、俺こんななめこ汁初めて飲むわあ、まだ結構ある。
魚粉みたいな感じ、ね、うん、もう魚粉、寿司屋の味噌汁ね本格的な味噌汁になったわ。これみんな試してみたよ。ではいただきます。でけえな。シーチキンがやっぱ一番合うわ。多分魚粉パウダーが結構パサつかせるんすよ、焼きそばを。だからこのちょっと何シーチキンの油でいい感じにして最後お寿司屋さんの味噌汁で流す。あとこの唐揚げの油もね、完璧なセットでしたわこれ。むずいなこれ。ラスト一口、最高だったな。タバコ吸います。この間食った時さ、クラシックペヤングの方がうまいわと思ったけど、マジで俺鼻バグってただけで、全然張るわ。マジ？うん。後入れパウダーみたいなのあるじゃん、あれ全部入れすぎると、その魚粉
が強すぎて、うん、もう何魚粉しか感じないみたいになるけど、 あれ多分半分ぐらいでいいわ。すげえ満足感あるな。あれ普通に買えんの？青森見たことない。青森のスーパーで売っててさ、お土産っつって買ってくれたやん、向こうのスーパーとかしかないんだよ。どれ YouTube 撮影するか。あ、もう今もしてんだ。してたけど他のね、他のやつやるか。今日撮影日だ。よっしゃ、ごちそうさまでした。うまかったね。